はい、はい、どうも皆さんごきげんよう、大島です。今日は2022年の3月の8日、本当は私が今はですね、スペインのマドリードにいるはずなんですけども、はい、ちょっとあのプーティンがねちょっとあれであれしてますんで、ちょっと出発のフライトが遅れてまだ日本におります。今日の夜出発しますね。なのでせっかくだからあるあるでも撮るかというところを鍋さんと話して、はい、今あるあるを撮ってます。はい、はい、で今日のインビザラインあるあるはですね、ちょっとドクター編ですかね。ね、先生ね。はい、そうですね。で、上顎骨の、まあ、この胸側の胸骨、うん、はい、インフラザイゴマティッククレスト。ちょっと言ってみてください。インフラザイゴマティッククレスト。これ、口腔外科の先生からすると結構よく出てきません？で、はい、あれ、よくあります。本当ですか？プレート止めで IZC って言います？ IZC とは言わないですけど、何て言いますか？あのザイゴマ、ザイゴマって略して言ってます。あ、ザイゴ、ザイゴマ、ザイゴ、ザイゴ。で、ね、じゃあもううちではザイゴマちゃんですね。で、この IZC のミニスクリューっていうのが、まあ、何にいいのかっていうと、まず一つは上顎の大臼歯の遠心移動ですね。ね、大臼歯をこう遠心移動するときに、はい、まあ、この歯がこうありましてね、でここにミニスクリューを埋入してこう牽引して後ろにこう送っていくと、はい、そういう時に使うのと、あとうちでよくやるのが抜歯の時にね、はい、上顎の前歯をぐーっと下げる時にもこの IZC に埋入してグッとインビザラインとこうね牽引してやったりするのがあるんですけど、そもそもこのミニスクリューの目的って何ですかってことですよね。はい、患者さんからするとね、なんでみたいな、そうです、思いますよね。そうです、目的ってこれ何でしょうか先生。あの固定源の強化。おっしゃる通りです。その通りですね。とにかく今まで矯正治療っていうのは歯と歯の引っ張り合いだったわけですね。大きい歯とあと手前の歯がね引っ張り合ってどっちの歯の方が動くのって感じだったんですけど、骨の中にミニスクリューという絶対的に動かない固定源を作っていろんな歯を動かしましょうっていうのが主目的ですよね。それ以外ではピアス、ピアス、あ、ちょっとおしゃれみたいな。そんなはずはない。そんなはずはない。もう固定源しかありません、ね、ピアスではありません、はい、なので固定源として使うわけですね。これは主目的、ね、でミニスクリューの効果、これ何だと思いますか先生。効果はあの歯のあ、じゃあ違う、あのすいません、うまく答えられません。日本に来て結構経ってますよね。はい、はい、はい、まず効果は何かっていうと、はい、ここに固定源があるから、はい、フォースシステムがシンプルになるんですよ、はい、まとめて動かすとかね、はい、今までだったら大臼歯とこの前歯の引っ張り合いだったから、うん、なんか大臼歯がこう負けちゃったりすると嫌じゃないですか、うん、なのでちょっとみたいな感じで動かしてたんですけど、絶対動かないミニスクリューがあるんでダイナミックにグイッと。なのでミニスクリューの効果はとにかくシンプル化ですよね、うん、治療のシンプル、あと大臼歯がこう前に行っちゃったりするのを防ぐ、はい、とにかく安全よっていうね、はい、安全で、まあ、鍋さんが大好きな安心安全ですね。大河ドラマみたいな感じですね。ミニスクリューを埋入することによって上顎の大臼歯のこのアンカレージロスとかそういうのがなくて、はいはい、安心安全にちょっとこうね、はい、できますよね、はい、そういうことですね、はい、なのでミニスクリューせっかくであればプスッとしてて、はい、あんまり意味がないとかだったらもうピアス化しますんで、ね、なのでやっぱり意味がちゃんとあるわけですね、はい、でさらにこのミニスクリューのこう手順というのがあるんですけど、はい、この IZC のね、はい、あの埋入する場所によってちょっと手順が違うじゃないですか、そうです、はい、やり方も違いますよね、はい、でこの IZC って結構、ね、難しいんですよ解剖学的に、うん、なんでかというとこの6番があって骨があってね、でここに歯肉があるでしょ、うん、この上に何があるんでしょうね、ここに上顎度、え、上顎度、天軸、天軸なんでしたっけ、ここや上顎度、え、天、上顎、上顎度、そうですね、ここにあるのはサイナスですね、はい、上顎度、はい、ね、
上白道というのは副鼻腔なんですね。お鼻の穴の横に空洞があって、まあ、いろいろこう吸う息をね、ちょっとこう湿度がある空気にしたりとかしたいわけですよね。なのでここに空間があるんで、ここに入れちゃうと、ね、天竺ですから。なので、あとこっち過ぎちゃうと地獄ですよね。なので、ちゃんと骨のあるところに埋入しなきゃいけないんで、主たる目的は固定源。それミニスクリューの効果はシンプル安全なんだけど、ちゃんとした手順で埋入しないとダメよってことですね。でさらにミニスクリューというのは通常の歯がない人のインプラントと違って、矯正が終わったら外す、ピアス、ピアスじゃない、外します、外しますよね、外します。矯正が終わったら、はい、もうおしゃれで使いたいと言っても外していただくんですよ、はい、外しちゃいます僕たちが、はい、するりと、はい、だから最強の固定源じゃなくていいんですよね、はい、だからある程度揺れてきたりとかある程度抜けたりするのは全然 OK なんですけど、ただやっぱちゃんと入れないといけないと。なのでこの IZC インフラザイゴマティッククレストならではの埋入の仕方っていうのがコツがあるんですよ。そのコツっていうのがちょっとね、この IZC ミニスクリューの埋入を僕が実際にさせていただいている患者さんで、その映像をもとにお見せします。おこれがこのオンラインサロンのねお約束のお約束の来ました。の YouTube ですと、はい、皆さんがこう ね, そうですね、あれなんで、はい、あの血とかダメですから、そうです、ね、オンラインサロンの方はもうクローズドの勉強会のグループなんで、うん、もうね余すところなくお見せすることができますので、はいはい、IZC のミニスクリューしたいなと思ってる先生、はいね、どういうふうにするんだろうっていうね、はい、このコツを知りたい先生、ぜひオンラインサロンの方で僕が実際にしているオペのところをお見せしますので、はい、ぜひ概要欄の方からリンクを貼ってありますので、はい、そのリンクからオンラインサロンの方に飛んでみてみてください、はい、オンラインサロンは現在インビゼライン、アライナー矯正治療、またみたい先生400名以上今一緒に勉強してますので、いろんな先生の悩み、ね、ご質問僕がどんどん答えてます。でさらに、まあ、僕の最新の情報だったり、本当は僕今スペインにいるんですけども、今日の夜スペインに行くそういう裏の話とかね、あと公演前の話だったりとか、会場に座ってていろんなスピーカーの先生とちょっといろんな対象こそこそ話にならぬ令和こそこそ話もですね、オンラインサロンの方でいっぱいお話しますんで、はい、インビザラインアライナー矯正治療を学びたいなと、もっと上手くなりたいなと思う方はぜひ概要欄の方からリンクが貼ってありますので、オンラインサロン令和こそこそ話の方ぜひご覧ください、ね、あと今日の内容が面白かったなと思う方はぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは皆さんごきげんよう。またね。